浅田又七浅田又七から1914年1月4日は、日本の実業家、政治家、貴族院多額の大勢議員、旧姓、影湯、旧名、人吉。三河国厚見郡、後の愛知県厚見郡七根村で、両農、影湯、人志郎、利徳夫妻の次男として生まれる。吉田船町の高橋小十郎海葬典に出ッとして、奉公し、 22歳で独立して、下地町に、肥料商を開業した。しかし資金繰りが滞り文化元年に廃業した。その後、道東海国新居宿に移り肥料商、尾崎替門家で働いた。文久元年、肥料買い付けを主人に進めていったところ多額の損失をこむり、責任を感じて、店を辞し、横浜に移った。元主人、尾崎の紹介状により、 高木運送店に勤めた。その勤勉さを見込まれ、文久2年、主人、高木七五郎の紹介で、浅田海装店の養子となった。明治維新後、三菱汽船会社の扱う横浜東京間の海装貨物について、浅田海装店の担当貨物には一切抜け荷が発生しなかったことから岩崎八太郎の信頼を得て、1874年、 横浜港内の三菱橋家を一任され、1877年には三菱石炭部の主任となった。その他、横浜商業会議所議員、横浜選挙取締役会長、横浜鉄道専務取締役社長、明治火災保険取締役、明治生命保険取締役、第二銀行監査役、機械製氷相談役、横浜実業銀行相談役、 横浜実業貯蓄銀行相談役、日本ペイント製造取締役、横浜倉庫相談役などを務めた。正解では、神奈川県第一大区区会議員、神奈川県会議員、同県会支部会議長、横浜区会議員、横浜市会議員、同議長、同三次会議員、横浜市ガス局長、同水道事務所長、神奈川県貿易顧問、 横浜市所得税調査委員、同志長兵参事委員などを歴任。横浜市ガス局長として、横浜ガス局事件後のガス局の再建にあたり、同志水道局長として、水道事業の拡張充実に尽力した。1903年9月14日、貴族院多額納税者議員に就任し、1904年9月28日まで在任した。ありがとうございます。